はい、お題レコードミノルです。今日はもう超スペシャルゲスト、世界をその名をとどろかす、DJ 伊藤さんと、ケイゾーマシンさんに来ていただきました。やばい、やばい、いや久々見た、めちゃくちゃめちゃくちゃ緊張してます。はい、すいません。今日、一番そちらに見えますのが DJ エヨン君です。はい、よろしくお願いします。今日は、DJ エイオン君が主催の、クラブラバーズさんで、はい、やってますホットミートパイというイベントが、始めてから10周年ということ で、ね、ずっとあれですよね、コロナでやりたくても延期延期でできなかった。そうなんですよ、できなくて1月にやる予定だったのも延期になってしまって、はい、やっと開催ということ で、ね、はい、でその時も、慶三さんと、伊藤さんとっていう、はい、今回も、ね、あのブッキングがちゃんとできてよかったなというところですけれども、はい、それで、急遽ですね、ちょっとお便りコードの方でも、サポートさせていただいて、今日はちょっとお二方にお話をいろいろお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。まずですね、ちょっと、まあ、エヨン君、はい、今回10周年やってきて、はい、まあ、どういうふうにイベントを始めて、まあ、今日に至るまでどういうふうにこうやってこられたというか、どういうふうに言ってると結構ノリの部分も多かったんで。どんなイベントなんですか？もともとはあの僕の同い年だとかちょっと若い子たちのダンサーが多く集まってるイベントだったんですけど、ダンサーが多く、まあ、ダンサーの友達が多かったんで、じゃあダンサーとかと楽しめるイベントやろうかって感じになって始めてたんですけど、ははは、そこからあの、まあ、ターンテーブリストを始めつつあったんで、はは、自分のエゴというか好きな DJ だとか、はい、あのラッパートラックメーカーだとかいろんなアーティストを呼んで、うん、あのイベントやっていこうっていうふうになって、気づいたら10年経ってましたっていう感じの流れになってますね。すごいですね、10年。今おいくつで、何歳の時に？なんで始めたのが22ぐらいなんですけど、ちょっとまあずるずるとコロナでできなくなって33になりまして、ね、1年ぐらいかっ飛ばしての10周年って感じですかね、はい、なるほどですね。じゃあ A4 君がまあ呼びたいアーティストを、はい、今までもずっと呼んでいろいろと呼ばさせていただきまして、で、DMC の方にもね出場されて、でやっぱりこの世界チャンピオンと。そうなんですよ、はい、はい、名古屋のクラブイベントのイメージって どんな感じですか？ちょっと特殊なパーティーを、まあ自分はヒップホップのところばっかりしかプレイしてないんで、あんまりこうオールジャンル的なところは行ってないんで、はい、うん、特にエイオンのホットミートパイ何回か出てるから、そうです、ね、今回で4回目の出演いただけるということ。そうなんですね。そうです、結構古いクルクから出てたから、2周年ぐらいから出てたんで。そうですね、もうあの多分ワールド取られて半年後ぐらいって感じでしたかね。そうチャンピオンジャケットを持ってきた時、うん、そうですね、最後来ていただいてっていう感じで頑張ったな。いろいろでもヒップホップ DJ 涼さんのパーティーとかも出たことあるし。ああそうなんですね。結構面白いヒップホップパーティーはやってきました。そういうそれなりなこう、あ、いい街だなっていう感じがありますけど、お客さんの質とかも DJ の質ももちろんいいことだから。ケイゾマシンさんは、エヨン君のイベントは初めて、ね、初めてですね。名古屋は結構来られますかね？そう、最後に来たのっていいですよ。最後に来たのは1週間前くらいかな。あ、そうなんですか？それは全然あの名古屋でイベントがあったとかじゃなくて、尾道、はいはい、あの広島の、はいはいはい、広島でいいんだっけ？広島ですね、はいはい、うん、尾道で DJ っていうかライブの仕事があって、で尾道に一発でその最近ほら車で行くのにハマってるから、途中で途中下車していろんなところで車で自由に好きなとこ行ってハマってるから、一発尾道に行くのは結構時間かかるから、はい、名古屋でこの一回やり上げちゃおうっていう。やり上げちゃおう。だから尾道行く前日に名古屋に泊まって、で串カツとか味噌串カツとかやり上げて、バタンって寝て、で起きて尾道に向かう。あ、もう最近はじゃあ車でいろいろ行かれることが多いですか？結構流行ってますね。あ、そうなんですね。尾道めっちゃ遠いですよね。一発で行くには遠すぎる。行きますよね、うん、俺も行ったことありますけど車で。やばいっすね、結構遠いんだよ、ね、はい、そう。でも移動中はねずっと音楽掘ってるから。あ、そうなんですね。そう、全然無駄な時間じゃないっていうか、何時間でも運転できるなっていう、そう、ずっとこう Spotify とかで、はいはいはい、そう、自分の好きな曲からラジオプレイ、 ありますよね、あれでめちゃくちゃ掘れるじゃん、はいはいはい、そうそう、好きな一曲からラジオ再生させてずーっと運転しながら、これつまんねえか、飛ばしてお、この曲っつって、この曲ってなったらそれはプレイリストに入れといて、で家に帰ってから本当に買うのかどうか。そう、なるほどですね。
ですね。DJ で使うかどうか。有意義ですね。いい時間ですよね。もう音楽聴くぐらいしかできなかったりしますもんね。車そうそう、まあ、あとまあ最近はほらビデオも見れるじゃん、YouTube なり、TVer とかで、それで自分も見たかったようないい番組を見て。そうですよね、やばいですもんね、ずっとスポーティファイってことないですよね。そうそう、でもスポーティファイです、永遠に結構いけるからね、ずーっと撮ってやる。よしじゃあ次は四つ打ちフォローとかさ、次は普通にチルアウトないい音楽をフォローとか。伊蔵さんの、まあ、世界チャンピオン、DMC ワールドチャンピオン、はい、僕聞きたかったことをちょっと質問させていただきたいんですけど、池澤さんにも聞きたいことあるんですけど、伊蔵さんの、まあ、世界チャンピオンになられまして、世界チャンピオン、今ではスクラッチを頑張っている子たちに向けて、まあ、誰かとは DJ 機材販売したりだとか、 DJ バトルの大会をサポートしたりとか、 DMC の東海予選もやったりとか、まあ、伊蔵さんも出ていただいてとかやってきたんですけど、はいはい、その世界チャンピオンもう取ったらこうどうなるんですかね、そのそ今までやっぱりエイオン君とかもこうチャンピオンを目指してこうやってきていると、でその世界を取った時にこうやりきっちゃうんじゃないかみたいな、二通りいると思うんですよ。そこで目標が達成されて、うん、やることが見えなくなるタイプもいれば、やりたかったことがいっぱいあるからそれができるようになる。ああなるほど。ただどっちかですよね。まあやりたいことは、はい、いっぱいあったから、はい、ああいっぱいやってきましたよね、チャンピオン取った後。例えば どんなことを、俺ターンテーブリストだけどクラブに出れる人になりたかったんです、はい、普通のパーティーに。あーでそれをだからDMC ワールドチャンピオン取った後、はい、日本のワールドチャンピオンの中では結構クラブによく出てたタイプですね。普通のヒップホップパーティーと、まあ、あーなるほどね、当時俺がチャンピオン取った頃クソ EDM ブームだったんで、あそういうパーティーも出ましたからね。 あとアジア、東南アジアとか回って、東南アジア行くと日本よりもっと EDM 最強だったから、そういうとこも出たりしてやったりして、あとはまあメディア、まあ、テレビとかもありましたけど、あの頃は、まあとりあえず、はい、その頃じゃないと来ない仕事は結構受けて、あとはラッパーの相方太郎ソウルと結構アルバム出したり、はいはいはい、それのツアーもあったりとか、まあいろんな人出会う人も前より増えたから、いろんなタイプの人がといろいろやりましたね。ラッパーもアナーキーだったりとか、あそうですよね、あれは結構すごい話題になって、あの CM でもテレビで使ってもらったりとかして、あったし、なるほど、うん、まあいろいろありましたね。今後どういう活動をしていきたいとかっていうのは、いや去年アルバム、インストアルバムをトラックメーカーの人とちょっと共作で出したんですけど、はい、うんうんうん、まあちょっとそういう作る方をやりたいですね、はい、スーパーソニックスの方もそうなんですけど、タロンソウルとの、うん、はい、それもまたちょっと間期間空いちゃってるんで、前のアルバムから結構やりたいのと、クラブ現場は今40歳になったんですけど、はい、ちょっと40代までかな。あそうなんすか、体力的にって。あそうなんすか、酒文化が半端ない世界だから、ちょっとこれこのまま出まくってるときついかもしれないっていうんで、もしかしたら40代終わりぐらいになったら現場はヘイドアウトするかもしれないですけど、そうなんですね、じゃあここからの10年は、はい、なんか作る方頑張りたいですね。あなるほど、はい、結構お酒を飲まれるっていうことですか。でちょっとやっぱ控えるようになりましたよね。あそうなんですね。30代後半ぐらいからかな、あやっぱりきつくなってきた。ただ今日はさっきもエイヨンが言ってたんですけど、はい、すごい飲むらしい。シャンパンとテキーラすごく用意してあるらしい。なんか僕も想像してなかったっていうか想定してなかったんですけど、誰かがブーブーを下ろすから押さえといてくれって言われて、僕の知らないところでブーブーの取引が始まってたらしいんですけど、誰が出すのかも分かんないし、いつ飛んでくるかも分かんないんで、僕 DJ ブースいるときにパーン飛んでこられたら怖いんですよね、今日逃げ場がないんで。断れないもんね。そうなんですよ、 DJ ブースって逆に逃げれないっていうのは一番怖い。10周年だから、まあそれも致し方ない。そうなんですよね。そうですね、やっぱり自分はもうゲロ吐くまでやるしかない。まあそうですね、なんでちゃんと仕事はやります。生産もちゃんとやる予定ですけど、めちゃめちゃ飲むんで、何かあったら財布ごめんなさいって言うんですかね。いやなんかホットミートパイのイメージってめちゃくちゃみんな飲んでるっていう。そうなんですよ、そうなんですよ。去年の10月ぐらいも結構アホみたいに飲んでたらしくて、みんなやっぱりちょっと溜まってたのもあったかもしれないんですけど、なんか
やっぱりお店でも結構な記録に入るぐらい の売り上げだったと。あ、そうそうそう、聞いてますね。そういう話は、そういう話が遅いから気をつけないと。遅いからそれまで飲まないで断り続けられるんですよね。そっかそっかそっか。その場合は一番怖いのがやっぱプレイ中に出てくるやつ。そうなんですよ、あれ絶対断れないじゃん。そうなんですよ、しらけるから、うん、やばいっすねあれは。 ちなみに圭三さん、ちょっと前にテキーラのリミックスやられてましたけど、今日は準備します？そうね、一応あの曲自体も持ってきたから。じゃあボトルの方も準備しますだからそのてってってでってれれれが鳴ったらどうしようか。すあの俺になの？いやいや、もう お盆ですって持ってきますよね。皆さんどうぞ。皆さんで一緒にっていう感じで、はい、そうだね、そうしましょう。ありがとうございます。じゃあてっ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 ての部分をちょっとループにして長めにして準備時間あ、来たなって。もう想定してましたんで、あの曲が出た瞬間にこれはやるだろうなやるしかないなというふうに思ってたんで出すんで。昔伊蔵さんも2周年で出てもらった時に飲ませるルーティンがあるってお話しました。テキーラジンオアヘニーをやるから、それでみんなで乾杯するっていうルーティンがあったんで、その時もゆうたさせてもらったんで。そうですね、そうだ、流行ってた、あの曲流行ってた、流行ってましたね。控える前のやつですね。控える前の、言っていただければもうボトル全然持ってきますんでそれ別に俺はプレイしてていいんですか？あ、大丈夫です大丈夫ですなんかさ振る舞わなきゃいけないとかじゃないよ。大丈夫ですもうなんか継ぐとか全部やるわけでしょ。もう行って置いときますんで。楽しみですね。楽しみですね。怖いですね、飲み方が怖いねえ、やり上げるって話もさっき、ね、そうですね、今日しっかりやり上げていただいて、やり上げましょう今日は。もうやり上げるつもりで今日は構えてますんで、昨日からずっと緊張してます昨日どころかですけどいや、ケイゾーマシンさんにちょっとお伺いしたいことがあって、あんまりこうちょっと動画でインタビューみたいなのってあんまりないと思うんですけど、はい、今日は本当に ご協力いただいてありがたいんですけど、ケイゾーマシンさんってその、まあ、アサルトだったりとかフィンガードラムだったり、まあ、DJ も、まあ、あと映像とかもいろいろ出られてると思うんですけど、もともと何から始められて、まあ、そのパーカッションとかも叩かれるとか、はいはい、DJ からなんですか、それとももともとは、はい、ターンテーブルですね。あ、そうなんですね。そう、僕音楽なんか絶対できないって思ってたんだけど、そう、でも一番最初に入った音楽というか楽器はいわゆるこれですよ、これ。うーん、本当にこの、あ、じゃあスクラッチとかも、ですですです。あ、なんかその高校卒業して、はい、こう大学生になった時に初めてバイトしたバーがあって、それがソウルバーみたいな、ソウルミュージックがかかってるバーで、そこの店長がこう振りながら、客接客しながらずっとターンテーブルでこう、はい、ソウルミュージックをかけ続けるっていう、ずっとミックスし続けてやるっていうお店があって、はい、で、まあ、店終わった後にその店長のお店に、店長の家に遊びに行って、また続き飲もうみたいな。でそこで初めてなんかこう その人って DJ 好きだったから、そのクラーク・ケントってわかるでしょ、はい、そうそうそう、伝説の DJ が、はい、そうそう、クラーク・ケントのビデオを初めて見させられて、その衝撃受けちゃって、それまで今までスクラッチって言うとチェッチェッチェチェッ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 チェみたいな、ダッセみたいな思ってうるせえしみたいな曲壊れちゃうからやめて、うるさいからやめてくれぐらい思ってて、ダッセって思ってたんですけど、そのクラーク・ケントのを初めて見て、そのあ同じレコードを2枚使うことで、わ、こうやってインストのいろんな音楽ができていくんだなっていう、衝撃、知ってるじゃん、ギッディビオとかさ、あバリッ、バリチクマチ、なんだっけ、LLLLLLQJ is fine、はい、あれとかでこう、すげえ音楽作ってるのを見て衝撃を受けて、速攻買っちゃって、はい、その買ったっていうか、その家にあった親父のどうでもいいターンテーブルにこうビニールとかくっつけて、そうそう、で、たまたまあった家にあったレコードをこうどこどことか、はい、あ、できるみたいな、はい、で、頑張ってターンテーブル買って、はい、で、結構練習してましたよ。そうなんですね、はい、そうそう、相当練習してて、でもスクラッチもすぐ飽きちゃって、飽きるっていうか、まあ、その音楽自体にそんなにその興味がなくなるっていうか、それよりなんかこのいわゆるそのレイブシーン、そう、その四つ打ち、はいはい、ドッツドッツっていうその、はいはい、そっちのシーンがにハマっちゃって、はい、そこのターンテーブリストっていうか、そのターンテーブリストとは呼ばないと思うけど、そこのこう3台とか4台のターンテーブルで、その4枚のレコードとか使ってこう、新しい音楽を、無機質な4つの音楽をこう1つの音楽にしていくのを見て衝撃また受けちゃって、
これだっつってでそこにまた一気にハマってでその四つ打ちの世界はやっぱ擦る人いないから四つ打ちの世界で擦ったらやばくないっつってそうそうでこうその四つ打ちのデコードをいっぱい買ってそういうのやってたんだけど同時にそのレイブシーンってもうほんと昔初期のレイブシーンなんで、はいはい、もうフライヤーもないようなそうもうレイブに屋外のレイブってあったけどそれその僕らの時代はもう全然そのフライヤーも何もないような口コミだけで、うんっていうような時代でその時代のレイブって行くともうみんなこう太鼓とかジャンベとかそういう太鼓叩いてる人とか、はい、ジャグリングやってる人とか、そういうのがすごいいっぱいいて、はい、でそこでジャンベっていうか太鼓にはまっちゃって、はい、あこれはっつって民族音楽に超ハマってそうで民族音楽にはまって民族音楽いっぱい聴いてるうちにこのさっきのこの、このこれがすごいそうそうそうでこれにハマってで、はい、だからその一番最初の生楽器はこれなんですよ。あ一番最初の楽器っていうか、まあ、そのターンテーブル、はい、これなら俺もできそうだなっつってやって、うん、でそれやってる時も楽器なんか自分ができるとは思ってなかったけど、うん、その民族楽器にハマってこれと出会った時に あれ俺も楽器できるっていう風になってから一気にその音楽あ俺その時当時は音楽屋さんになろうとも思ってなかったし、うん、でもできるなと思ってでいろいろハマっていくうちにそうそう音楽屋さんになろうかなという感じで、だんだんあの NPC とか出てくるんですけど、はいはいはい、でずっと遊びながらやってるとやっぱテクの四つ打ちシーンも飽きちゃって、で四つ打ち飽きたなっていうこのドラムベースのシーンが出てきて、まあ、最初ジャングルっていう名前でしたけど、ジャングルのシーンが出てきたけど、でももう何ヶ月もしないうちに超つまんないシーンになっちゃって、飽き飽きだなみたいな、最初の登場したてのジャングルってもうキックとスネアがどんどんダンとかダンダラララとかすげえ動いて、ね、ヒップホップとレゲエのサンプリングでめっちゃ良かったんですけど。いつの間にかドラムベースっていう名前に変わって全然展開のない音楽に変わっちゃってそうスネアとキックが超動くのがすごい面白い音楽だと思ったのによしやっと四つ打ち終わったなって新しいの来たってなったけどそれもつまんなくなっちゃってでもうあんまりレイブとか行かないと毎週末クラブ行ってたけどそれも行かなくなって飽きてきちゃって自分でもう作りたいなって思うようになってでどうやら NPC っていうのがあれば音楽があれが作れるらしいよってことで買ってみてそう買ってみたけどもう元々機械弱いから、あそうなんですか。1週間ぐらいはもう開けただけみたいな。あそうなんですか。そうで全然打ち込む前にそのあれこれ生で叩いていけるんじゃねって。そうでずっとパーカッションはそのアサルトとかジャンベとかやってたから、あれこれで良くないっていう、これ叩いちゃえばもう早くないかっていうことになって、それで叩くバンドをやり始めたり。そうそう。あバンドもやられたんですか。そうだからハイファナになる前に、はい、その民族楽器系のバンドとかパーカッションとかもやったりしたから、そこでそういうそうそうそう、そういうこう主にレイブシーンで出るバンド、民族ディジリドゥがいたり、ベリーダンサーがいたりみたいな、そういうバンドをやってて、そう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 、パーカッションがメインなんだけど、でもやっぱ打ち込みのパーティーだから、そういうレイブシーンだから、そういう NPC があれば、そういう打ち込み要素も入れられるっていう、そのキックをドツドツと押したり、そうそう。でまあそれで押しながらで打ち込みもちゃんと覚えて、うん、で今に至るとう。そうなんですね。はいはい、なんかすごくあのデジタルに強い人のイメージが全然違う。そうなんですね。ミディも全く分かってなかった。ああそうなんですか。今 USB になって楽になったじゃない。ああそうです。ミディ。じゃあライブでやられてるあのプレステのコントローラーとか、うん、あれはどういう風に準備されてっていうのとかは。プレステのコントローラー自体は、はい、あれほら Bluetooth じゃない、あ、はい、そうだから Bluetooth で Mac とつないででいわゆるただのミディコントローラーとして認識させてるだけなの。そうなんですね。そうだから Ableton のドラムラック の, そのどこにアサインするかっていうのをこのボタンでトントンって やるだけ。へえ。そうそうそう。で映像も一緒にリンクさせてやる、ね、そうとか。そうそうそう。まあ、ただただの Bluetooth の、プレステのコントローラーを買えばすぐ Mac とつながるわけじゃないんだけど、まあそうですよね。そうだからあれは専用のプログラムをその友達のプログラマーに書いてもらって、あその Bluetooth っていうかプレステのコントローラーをハックするみたいな、そうただのミディコンに変えるプログラムを書いてもらって、そうそうそう、すごいすごいですね。そうでもそれはたまたまプレステ4かなんかの一番新しいのが発売されるときにそのハイファナでそのプレステコントローラーを使ってそのローンチパーティー、プレステ4が出ますよっていうローンチパーティーの時に あのコントローラーで演奏してくれないかっていうオファーがあって、そうなんですか。そうそう、でその時に
当時ライゾマティクスで働いてた、ライゾマティクスって真鍋大斗君そうがいる ところに働いてたそのプログラマーの子に書いてもらって、それをそれはプレステのそのイベントがあったから仕事としてちゃんとプログラムを作ってもらって、でプレステの4のイベントでローンチパーティーでそのこれで演奏してっていう、で俺は終わった後にやっだっつってこの仕事のおかげで超でかい武器が1個オフィシャルでこれやっていいですよってお話ありましたもんねすごいですね、やったみたいな、すごいな、いいな、未だに使ってるっていう。あ、そうなんですね。まあ、今回その DJ エイオン君のイベントが10周年迎えて、はい、まあ、10周年迎えるってことはまあいいイベントだからこそこは続いてきたわけなんですけど、こう伊蔵さん、ケイゾマシンさんが思ういいイベントっていうのはどんないいイベント、はい、これでも多分どこ行っても共通だと思うんですけど、こう演奏する側とお客さんの一体感のできてるもん、できてればそれはどんなジャンルでもまあいいイベントなのは間違いないんですよね、うんうんうん、まあたまにクラブでも見られるんですけど、はい、本当にこれ一体感やばいわっていう、あ、フロアのほとんどの人と DJ と、まあ、サイド MC がいたとしても、うん、そこが全員で何かその空間の音を奏でてる感じが出せてる瞬間ってたまに、まあ、見れるんですよ、まあ、見れないわけじゃないんですけど、はい、でも本当に一体感出てるのってたまになんですよ。それがやっぱり一番いい瞬間じゃないかな。俺そういう時どんだけ朝方眠くてもパッて目覚めて、うわっキラキラしてるって思ってあのフロアに行ったりしますもんね。それはやっぱ自分ら演奏する側も作ろうと必死なんですよね、やっぱ。でもやっぱできないことの方が絶対圧倒的に多いし、それが可能になった時はもう大成功、とりあえず自分としては成功、ああちゃんとギャラ分トントンだなようやくみたいなって思えるですね。いいイベント、まあでも結局シンプルにそこじゃないかなと、うん、お客さんと一体か、うんうん、それが作れれば。ケイゾマシンさんはそうですね、結構 お二方とも当然たくさんいろんなイベントを出られてると思うんで、そうですね、なんかいいイベントになりやすいなと思うときは、うん、やっぱその主催者側にしてもそのパーティーにこうまあ、男女問わずバカが多く混ざってる時がやっぱいいパーティーになりやすい。そうだから音楽は好きだけど真面目な人たちだけだと意外と硬いパーティーになっちゃうんだけど、まあ主催者側にしてもその主催者の仲間たちにしてもバカがいっぱい混ざってる方が、バカってのは別に悪い意味じゃなくていい意味での遊べる、遊ぶ時はもうバカで行くっしょって飲むし、ゲハハハって騒ぐしっていう、女の子にしてもそういうのいっぱいいるじゃん、楽しい子、ギャーちゃんとノリノリになってくれる子が混ざって多いといいパーティーになりやすいって話ですね。なりやすい程度、うん、なんかあれですね、イベントでその、まあ、DMC とかやってるとやっぱりあのパーティーというよりかはやっぱコンテストというかその、うん、ね、あの大会なんで、今までこう歌いレコードも DMC 東海予選をオーガナイズしてやってきたんですけど、やっぱもう見に来てて、で伊蔵さんとかに出ていただいたりとかしてあのやってもらうんですけど、やっぱりもうみんな動画撮ってずっともう家帰って練習しようみたいなあのそうすっごいワールドチャンピオン撮った後のクラブ営業は、はい、すっごいみんな盛り上がらずこう撮ってるつまんなそうだな。だからケンタロウの頃はスマホで多分それなかったはずだから、あ、そう時代的に、時代的にで10年経った俺の時はみんな盛り上がるんじゃなくてこうやってるんですよ、記録だ。でムカついたからサイド MC の太郎ソウルに、はい、ちょっと次からカメラ下ろさせてっつってマイクで言って、それじゃねえよっていう、そういうことありましたね。パーティーにそこからこうあの現場に出ていくっていう話をしてたところですもん、ね、動画撮影会じゃないですよみたいな、そういうことあったんですよ、まあ、そうですよね。やっててもつまんないだろうね、それ、はい、プレイしててもつまんないです。で、本当タローソウルと一緒にライブやってそこに俺のソロショーケースがある時とかあったわけですね、はい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 、やるじゃないですか、はい、タローソウルのライブの時は要はタローがラップしてる時は俺のスクラッチとかとコンビネーションやってる時もお客さんがこう煽ったりしてお客さんも楽しそうにやってるんですよ。で、俺のソロになった瞬間みんなこうなるんですよ、ちょっと下げろ取れな気持ちはわかりますけどね、時
りたくはなりますね。世界チャンピオンのルーティーン、だって絶対 DJ じゃないやつもそれを取ろうとするわけですね。いやいやいや、それはちょっといや勘弁してくれないかね。それ言われると僕伊蔵さん名古屋とかで過去何回を見てるときにめっちゃ動画撮ってたら申し訳ないなってありますけど。撮っちゃうよね。撮っちゃいますね。まあ探偵ミスはまあギリいいわ。ああありがとうございますね。ギリいいわ。今日は A4 くんも DJ をやります。まあお二方もおられますし、ゲストの方々がかましていただけるんで、僕はもうちょっと添えるぐらいの感じで。レイオン君は毎回主催しつつ出てやりますね。ショーケースをやる。いや普通にクラウプレイやります。あ、クラウプレイ、まあ、クラウプレイだけというかちょっとは織り交ぜつつですけど、そこまで難しいことはやりすぎずって感じでやってますね。なるほど。脱ぐの？あ、脱いでる。いや前回脱いだんですよ。前回前回そういうことやったんですけど、ね、やったんですけど、やっぱりちょっとショーケースと違ってもうパーティーしてる時に急に DJ 脱ぎ始めて、あの怒られないというか大正解だって村上伊吾さんぐらいじゃないかなと思うんで、僕はそこで急にパッて脱いでもらっていう風な。村上伊吾さんと同じキャラの感じで脱ぐわけじゃない。違います。あのムキムキだから、あの DMC のルーティンでやったみたいにジャグリングしながら脱ぐってやっるのはあったんですけど、それもやったんですけど現場で、まあ、これはショーケースの時でいいかなって思ったんで。滑ったらきついしな。そうなんですよ。あとはちょっと仕込みが必要なんで、ちょっと今日はやれないです。仕込みが必要。仕込みいるんですよ実は。脱ぎやすい服みたいな。脱ぎやすい服あるから。ベリーみたいな。脱ぎやすいタンクトップがあるんですよ。それ着てこないで。そうなんですよ。できないですね今日は。今日もじゃあもう10周年ということで、はい、もうお客さんもダンサーさんもなんかインスタ見てもすごいもう盛り上がってて。そうですね、ありがとう。なんでたくさん、あ、ね、残念ながら雨模様ですけど多分たくさんお客さん来てくれるだいぶ収まってきた。そうですね、ちょうどいいタイミングで、はい、じゃあもうバチッと盛り上げていただいて、今日は回転寿司とかもやるんですか？ええやります。特にでもあれはもう振られればできますから。そうですね、すごいです。いやもう全然できないですけど、ケイトマシンさんもできるよ。後ろでちょっと見てれば2週ぐらい見てればね。で多分それで分かりますよね感じは。あ、この小説でいけばいいっていう2カウントで入るんだなぐらいの感じで。でもターテルのみだと俺はちょっと難しいかもしれない。ちょっとでもなんか今言うのって感じかもしれないですけど、せっかくだったらあのチコ君も今日いるんでなんかやってくれると個人的には嬉しいかな。みんなで、ね、セッションでもないですし、なんかあるかなって思ったんですけど、フリースタイルで例えば、ケイゾウさん叩いてもらって、イゾウさんちょっとスクラッチ入れてもらいつつ、チコ君がフリースタイルとかしてもらったら、なるかもしれないですけど。そこまでいくと、はい、あの本当いいパーティーかもしれない。そうですね。まず演者がバカだから。でもそれはちょっと話してたらいいね。そうですね。今もうパッて、オープン5分前に行っちゃったんで、なんで、なったら嬉しいかなぐらいの願望で。いいイベントになりそうですね。はい、というわけで、今日はホットミートパイ10周年を、記念して、DJ 伊蔵さん、ケイゾウマシンさんに来て、ゲストで、出演されるということでお話をいろいろ伺いました。ホットミートパイはですね、今後もガンガン続いていきますし、たくさんあの演者の方もダンスの方もあの DJ の方もショーケースもあの盛りだくさんのイベントになってますので、ぜひ名古屋に、来た際にはとかですね、あとは DJ 英雄くんの、あ、インスタのアカウントもあるのかな。そうですね、あります。あの5が、DJ アンダーバー A4 アンダーバー EION ですね、アンダーバーで、僕のアカウント出てきますので、そちらの方検索いただければと思いますし、あの、まあ、せっかくお話しいただいたので5月の7日がですね、あの、はい、次回のホットミートパイ予定してまして、はい、今あのゲストであの決まっていますのがあのスピンマスター A1 さんということで、はい、もう A1 さん来ていただけるということになっておりますので、僕もめちゃくちゃ楽しみにしております。よろしければまた遊びに来ていただければと思います。はい、ぜひチェックしていただいて、お便りごともこれからもあのできる限りサポートしていきたいいいイベントになってますので、皆さんぜひ機会があれば遊びに行ってください。今日どうもありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。